28日中日球場セントラルリーグ優勝の天王山中日巨人戦2回表巨人の攻撃ピッチャー渋谷ワンアウト一塁二塁のチャンスに森はセンター前ヒット巨人は先取点を挙げました。さらに堀内もレフト前にヒット1点を追加し渋谷をノックアウト。中日は鈴木隆正をマウンドに送ります。高田もライト線にヒット巨人はこの回3点を奪い中日をリードしました。3回裏中日の反撃井上のショートゴロを上田が一塁へ悪送球中日は1点を挽回。続いて4番マーチン末次が攻撃する間に井上が帰り1点差に詰め寄りました。さらに4回裏中日の攻撃中日のチャンス広瀬のバントの構えに主審はボールの判定赤見監督が抗議する一幕もあり超満員のスタンドは湧き上がります。広瀬がレフト前ヒット大島が帰って1点堀内は代打江藤にフォアボールを与え降板ピッチャー倉田スイッチ。高木がライト前にヒットして同点なおノーアウトフルベースの逆転のチャンスが続きます。日向はファンの期待も虚しくショートゴロのダブルプレイこの間に代走正岡が帰り逆転しました。しかし粘る巨人は中日の4番手武田から5回には長嶋6回には高田がホームランして中日を逆転。すがる中日も7回には大島が同点のホームラン。結局中日巨人白熱の攻防は6対6の引き分け。セントラルリーグの優勝争いはますます激烈になってきました。